旅行の達人。旅行の達人が運営する LINE アットに登録するとお得に賢くリッチに旅行するための無料情報を配信しています。毎年家族と一緒にハワイ旅行も夢じゃない。登録は無料。今すぐ概要欄から詳細をご覧ください。こんにちは、旅行の達人のリクです。今回は非日常な時間を神秘的な雰囲気漂う友ヶ島をご紹介します。和歌山県にある友ヶ島という島を知っていますか？神秘に満ち溢れた無人島でジブリの世界観を思わせるような雰囲気があり、注目のスポットになっています。アニメファンに歴史ファン、アウトドア好きなど幅広く人気がある友ヶ島とは一体どんな島なのでしょうか？魅力をご紹介します。この動画で紹介されていないおすすめがありましたら、ぜひコメント欄でシェアしてくださいね。友ヶ島ってどんな島？和歌山県と兵庫県の淡路島の間にある紀淡海峡に浮かぶ地の島、虎島、上島、沖ノ島の4つの総称が友ヶ島。現在は虎島と沖ノ島のみ上陸が可能です。戦前の砲台跡が多数あるほか、軍用施設などレンガ造りの建物が見られます。歴史だけでなく天然記念物にも指定されるほど自然も豊かで、400種類以上の植物が群生する湿地に始まり、たくさんの珍しい動植物の宝庫となっています。そんな素晴らしい環境の中でハイキングやキャンプなどを満喫することができますよ。また今なお修験者が訪れる修行の場にもなっており、ホラ貝を持った山伏さんに遭遇する場合もあります。アクセス方法は、友ヶ島へはもちろん船でのみ行くことができます。対岸にあたる加太港から約20分の船旅で到着です。時期によって便数は異なるものの、1日に何便も運航していますよ。ちなみに加太港までは和歌山市内から車で約20分、阪和自動車道和歌山インターからは約30分ほどの距離です。南海加太線の終点駅でもある加太駅が最寄りの駅で、車で5分、徒歩でも15分ほどで加太港までたどり着けます。ここが見どころ、友ヶ島の魅力。まず友ヶ島で外せないポイントは、やはり砲台跡などの遺構ではないでしょうか。黒船来航の頃から大阪湾を守る要所としてすでに活躍していた友ヶ島、明治時代頃からはさらに重要な軍用拠点となり、第二次世界大戦が終わるまで一般人の立ち入りは禁止されていたほど。現在島内には5つの砲台跡が残っていて、それぞれが異なる役割を担っていました。遺構をめぐるハイキングコースも整備されているので、島散策にぴったりです。5つある砲台跡の中でも最大級の第3砲台跡は、明治時代に主力砲台として作られ、保存状態も良く、砲弾の貯蔵庫や地下施設などじっくり見学ができますよ。豊かな自然の中に突然現れる赤レンガの第3砲台跡は、茂る緑や苔に覆われ、神秘的で非日常的な雰囲気が漂います。ドラマやアニメのロケ地になることも多く、作品のファンはもちろん、そうでなくても独特の世界観に感動することでしょう。また2019年から始まった音声 AR アプリを使った音声観光ガイドによる案内もあり、各要塞施設で自動再生されるシステムもあります。ちなみに第3砲台跡は音の美術館に変身。現代の技術と融合する音の変化は、訪れた人だけが楽しめる特別な体験です。続いてのポイントは友ヶ島灯台。洋式の白亜の灯台と光り輝く青い海、そして緑豊かな友ヶ島とのコントラストが美しいスポットです。1872年に作られ、日本で8番目に古く、150年以上経った現在でも現役の灯台で、登録有形文化財にも指定されています。年に数回灯台内部の一般公開も行われており、興味のある人はぜひスケジュールをチェックしてみてはいかがでしょうか。灯台のすぐ西側の広場には、日本の標準時子午線東経135度が通るスポットもあります。続いては大蛇の伝説が残る新蛇池周辺のエリアです。沼を含めた湿地帯が県の天然記念物に指定されています。2
2つの池からなる新社池ですが、淡水性の植物と海水性の植物が共存しているだけでなく、熱帯性と寒地性の植物が混成しており、非常に珍しい重要なスポットとなっています。そういった特殊な環境が400種類以上の植物を育む自然の宝庫とも呼ばれるゆえんなのかもしれません。そして素晴らしい風景が堪能できる展望台、島内には何箇所か展望台があり、そのうちの一つ鷹の巣展望台からは島全体を見渡せるだけでなく、すぐお隣の淡路島に始まり、四国方面に大阪方面と広く眺めることができますよ。開放感もバッチリ、ベンチなどもあり、お弁当を持ってシートを広げるのに抜群のロケーションです。ちなみに展望台には一等三角点などもあります。そしてレジャーを楽しんだりキャンプを楽しめるエリアが島の真ん中あたりにある南たるみ広場キャンプ場です。広い芝生が広がっていて、レクリエーションを楽しむもよし、区画などはないので好きなところでキャンプするもよし、無人島ならではの時間が過ごせるのではないでしょうか。もちろんお店などはないので、キャンプをされる方はしっかり準備をしていきましょうね。島散策と合わせて味わいたいグルメ、何度もご案内している通り、友ヶ島は無人島ですので、食事を楽しめるお店などはありません。お弁当を持っていくのもまた一つの方法です。そして島に行く前、または戻ってきたら、島への玄関口である加太港周辺で食事をするのもおすすめです。おじば商店、友ヶ島へ向かうフェリー乗り場から徒歩5分、港町らしさあふれるレトロな加太の集落の跡地にあるおじば商店は、落ち着いた古民家カフェといった雰囲気、女子旅にもぴったりな SNS 映えしそうな華やかなランチがいただけます。もちろん見た目だけでなく味も申し分ありません。心温まる手作りの品々を、どこか懐かしさを感じるゆったりとした店内でじっくり味わえますよ。その他にも手作りスイーツなどもあり、散策の一休みにもぴったりです。魚市商店、魚市商店はフェリー乗り場からは徒歩4分、女性の病気回復や安産、子授けなどにご利益のある医薬の神様を祀る淡島神社のすぐお隣、参道にあるお店です。ちなみに淡島神社は人形供養の神社としても有名ですよ。魚市商店は海の家のようなレトロな雰囲気で、壁に貼られた手書きのメニューがまた味わい深いお店です。しらす丼やじゃこ飯など手軽に食べられるメニューに合わせて、貝や焼き魚などはいかが。目の前で焼かれる店内は香ばしい魚介の香りに包まれます。旨味たっぷりながら素朴な味、そしてお店のお母さんにもほっこりする、そんな時間が魅力のお店です。また加太といえばわかめも有名。こちらではもちっとした食感がたまらないわかめざるというざるそばのような麺も味わえますよ。小島はじめ商店、加太で古くから親しまれ名物となっているよもぎ餅も、訪れたらぜひ味わってほしいグルメの一つです。フェリー乗り場から堤川を渡り徒歩5分、小島はじめ商店も加太の街中にあり、よもぎ餅はもちろん鮮度抜群の鮮魚なども扱うお店です。お店は朝7時から営業しているというから驚き、毎日蒸したてつきたてのもち米から作られるよもぎ餅は柔らかく、よもぎ独特の風味がとても感じられる一品。あんも甘すぎず優しい味が評判で、地元の方から旅行客はもちろん、海釣りに訪れた人などもお土産に買っていくほどです。売り切れ必至の加太名物をぜひ一度ご賞味あれ。いかがでしたか。豊かな自然と人工物が融合し調和する友ヶ島、非日常を求めてぜひ足を運んでみませんか。友ヶ島への玄関口加太の町も、漁港の町らしいレトロな雰囲気で、合わせて散策するとさらに良い旅時間になるのではないでしょうか。普段感じることのできない神秘的な体験があなたを待っていますよ。旅行の達人が運営する LINE アットに登録すると、お得に賢くリッチに旅行するための無料情報を配信しています。毎年家族と一緒にハワイ旅行も夢じゃない。登録は無料、今すぐ概要欄から詳細をご覧ください。最後までご視聴いただきありがとうございます。よかったらいいねボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。